手塩川川口周辺の空中写真。海岸沿いを約1 0トル南流し、手塩町の中心部付近で日本海へ注ぐ。1977年撮影の1国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。手塩川は北海道北部の上川総合振興局、留萌振興局。 宗谷総,総合振興局の各管内を流れ日本海に注ぐ一級河川。手塩川水系の本流である。北海道遺産。北海道渋別市南東の門別郡滝の上町との境界に位置する北見山地手塩岳付近に源を発する。美しい渓谷美を見せ、林業街と名まれる山間部岩尾内湖岩尾内ダムを経て、 中流域の稲作の北限地帯で、蝶ザメや鮭の養殖業が営まれる、名寄盆地に入る。道盆地を北へ流れ、中川軍を問いネップ村内より、再び山間渓谷国部に入り、下流域で、主に落農が営まれる、手塩平野に至る。平野内では、手塩軍手塩町と幌延町の境界を西へ、海岸目前で南に向きを変え、浜津津に沿って獣。 キロメートルほど流れ、手塩町の市街地前で日本海に注ぐ。川口付近では、しじみ漁、酒漁、同養殖業が営まれる。全長256キロメートルは、北海道口では、石狩川に続き2番目の長さで、日本国内でも4番目の長さとなる潮流河川であるが、大きな支流が少ないため、 流域面積は5,590平方キロメートルで国内10位にとどまる。和人入植以来、数字にわたり流路変更などの河川改修を行ってきた結果、その全長は明治時代以前の河川改修前より大幅に短くなっている。下流部を中心に河川改修跡である三日月湖が沿線に数多く見られるが、 川口から 158km まで堰などの川を横断する工作物が設置されておらず、また、コンクリートの護岸工事の実施箇所が少なく、自然のままの護岸が多く残されていることが特徴となっている。川口部では満潮時に海水が遡上する。塩を含んだ重い水は流れ下る淡水とあまり混じり合わず、川底の方に沈んだ状態で入り込み、 道潮が引いても、いくらか残る。手塩大橋より、上流、川口から約2 2トルまでは、水面下4ルで、塩分濃度が低い層と高い層に分かれている。4ルより浅い層はやや塩分を含んだ水で、深い層の塩分濃度は、海水とあまり変わらない。なお、川口部から約2 0トルまでの川底は、 標高マイナス5からマイナス7メートルくらいで海水面より低い。22キロメートル地点で川底の標高がマイナス3メートルになり、ここで高濃度塩水が途切れる。原冬期には川口から130キロメートルが川底まで凍結する。春先には手塩川の全面結氷が一度に壊れて流れ出す。海氷現象が見られる。 例年、流域の中川長官公共会では、開票日を当てるクイズを実施し、PR を行っている。アイヌ語で、を表す、手に関する名称に由来すると考えられ、一説には、量、多い、川を表す、手をペ、からとされる。このほか、量、ある、ところを表す、手運い、量、ついている、ところ、手運いからとする説がある。この名称は、実際に、 梁があったわけではなく、木材輸送のために浚渫される以前の中流域に岩が漁のような形で川を横断していた箇所が多かったことに由来するとされている。例えば、現在の美深町にキュートに、鉄子や釜手鹿と呼ばれた岩盤が横切る浅瀬があったことに由来する旧地名があり、これらが河川名の発祥とも考えられている。 江戸時代末期である1857年、江戸幕府より江戸地御用雇いを命じられた松浦武四郎が流域に住むアイヌの助けを借りて手塩川を遡る探検業を実施し、1862年に発刊された手塩西市にその記録を止めている。この際に現在のオトイネップ村付近に居住していたアイヌの古老との会話が、 元となって北海道の地名が生み出された。和人による流域の開拓が始まったのは、明治時代中期の1880年に手塩川、川口に手塩、中川、上川山軍庫町役場が設置されたことによる。明治時代後期には河川周運が開始された。運行は4月中旬から11月下旬に限られ、当期は河川の凍結のため休業となった。 下流域の周運は1900年の手塩の運送店による長戸丸の就航に始まり1909年からは少女気線がそこをし始めさらに活発になった手塩からの周運は誉れ平付近までで上流から下流へは農産物を下流から上流へは沿線住宅などへ生活物資を主に運搬していた上中井流の周運は 1901年に、種別にて開始され、御寝打ち付近までを、主な航路としていたが、名鎧南に鉄道が開通したことにより、1904年に、運行区間が、種別より名鎧に短縮された。また、流域の森林から切り出した丸太は、春先の融雪増水期にイカダ流しにより、川口の手塩まで木材流送された。明治時代末期より、大正時代にかけて、 南から北へと川沿いに鉄道が次第に開業して行くのに従い、周運は昭和時代初期にその役目を終えることになった。手塩町内にある手塩川歴史資料館には長戸線の縮尺2分の1の復元模型が展示されている。地水事業による河川改修前の手塩川は湾曲し、蛇行の多いことが特徴であり、また山地がすぐ近くに迫っていることから、 春先の融雪期より、夏季にかけてたびたび大きな氾濫を繰り返してきた川で、沿線の開拓が内陸部まで進んだ、明治時代後期には、その開拓地における氾濫による水害が甚大となってきた。この氾濫水害対策のための治水事業は、明治時代には開始されているが、春節工事など、 比較的小規模に止まり、本格的に開始されることになるのは1932年8月に二度に、渡り発生した大規模水害以降である。河川と津波の関係として、1940年、シャコタン半島沖地震時の津波において、川口にて死者10名の被害を出している。括弧内は、流域の自治体射事は現存せず。ありがとうございます。